大丈夫か？答えて。今のは偶然？それともあなたの仕込みだったりするの？いや、仕込みって、なんだよそれ。偶然に決まってるだろ。決まってる？どうかしらね。あなたちっとも動揺してないじゃない。思えば最初からおかしかったわ。誰でも知ってるデバイスの使い方を知らなかったり、4番区の学生なのに3番区をふらついてたり。そもそもこの広場だって4番区だし、最初から誘導されてたんだって考えれば辻褄は合う。はあ？いや、だから違う。ダメよ。言い訳なんて聞きたくないわ。大方、私は恥ずかしめて無理やり手ごめにでもしようとしてたんでしょうけど、そうはいかないんだから。いい。ゲームなら今ここで受けてあげる。あなたもアカデミーの生徒なら正々堂々かかってきなさい。なあお前さ、そのゲームが終わったらちゃんと俺の話を聞いてくれるか？何かうまい言い訳でも思いついたの？いいわ、聞くだけならいくらでも聞いてあげる。ああ、じゃあもうそれでいいよ。早く申請しなさいよ。え？まだとぼけるつもり？ゲームの申請はランクの低い側からしかできないでしょ。ああ、申請完了っと。うん、確かに受諾したわ。それで肝心の内容は、ってゲームは普通申請した人がその内容を決めるものでしょ。高いランクになる受諾者が中身を決めちゃったら勝負にならない。そこは申請する人が優先される。それなのに私も舐められたものね。あなたが送りつけてきたゲームの申請、空白のままじゃない。これって要はどんな勝負でも勝てるから内容はてめえが決めろってことでしょ。違う違う、なんかポチポチしてたら勝手に画面進んじゃっただけなんですけど。あのね、いくらなんでもここまで煽られたのは久しぶりよ私。お前がそう思いたいならそれでいいよ。で、ゲーム内容はどうするんだ？バカにして。いいわ、少し待ってなさい、すぐに準備するから。完成にらめっこ強化版。いい、このゲームは名前の通りにらめっこの強化版よ。普通のにらめっこは笑ったら負けだけど、このゲームでは表情を変えたら負け。つまり喜怒哀楽でもそれ以外でも感情がセンサーに検知されたら負け。ターン制ってのは、私とあなた交互に自分のターンが回ってくるのね。例えばあなたのターンならどんな顔をしても負けにならない。変顔でも何でもして私の表情を変えさせるわけ。要するにアタッカーってことね。これを1分ごとに交代していくの。了解だ。じゃあ早速ゲームを始めようぜ。いいの？まだアビリティもセットしていないようだけど。アビリティ？また知らない言葉だよ。ああ、別にいいよこのままで。多分なんとかなると思うし。なんとかなるですって。そう、アビリティ。普通なら一つ縛るだけでも十分なハンデって言われてるゲーム用アプリ、アビリティを全く使わないでこの私に勝てるっていうの。ああ、これまずったわ。分かった、もういい、もういいわ。あなたのお望み通りさっさとゲームを始めましょう。私をバカにしたこと絶対に後悔させてあげるから。ゲームが開始されました。じゃ、あなたのターンからゲーム開始よ。1分ごとに予告なしでターンプレイヤーが切り替わるから。もっとも1分あるのは私のターンだけなのだけど。アビリティ数値管理レベル7、相手のターンを10分の1に制限して。あ、これはさすがに卑怯じゃないか。何言ってるのよ、基本も基本超汎用のアビリティじゃない。あなたはなぜかセットしなかったみたいだけど。ターン終了、次は私の番。創造 EX 起動。なんだよそれ、何がどうなってんだ。どうって、だからアビリティだってば。いいの？逃げなくて。逃げる？ええ、だって武器を作ったんだから。こうするの。やっ、鋭利な剣の見た目は
上心をかき乱す。表情変化は恐怖でも驚愕でも疲労でも何でもいい。相手の作戦もおそらく類似している。攻撃を避け続けてればいずれバテると思ってるのね。甘いわ。なんだなんだ、なんでこんなに人が集まってんだよ。服も乾いてきた。よかった、濡れたままで式典に行かなくて済みそう。なんで今日は入学式典、私は学園代表として生徒たちの前に立つ。なのにまた濡れた。ターン終了。事前にスプリンクラーに細工して乾きかけた服を再び濡らした。違うって、壊れてたんだろ。これじゃあ生徒の前には立てない。それどころか知らない人に濡れてるとこを見られた。相手が引き出したかったのは疲労の表情じゃない、恥じらいの表情。見ないで。西園寺サラサの表情変化を確認しました。ゲーム終了条件達成。これにより西園寺サラサから篠原ヒロトへ星の所有権が移動します。